人の手を感じるデザイナーだなっていう、まあ、マニアックだなといつも感心させれますね。どうなってんだよこれ、かっこいいけど、んかっこ悪い、んでもかっこいいじゃんみたいな。優しい人なんですが、すごく出してくるものは鋭い。最初は何から何まで全部菅谷くんって決めてたわけじゃない。何にもオーダーしないで菅谷さんに音だけ渡す。リスクとかもあるんでしょうよね。全部お任せしますって一発に魂込めて投げる感じも、そこに 100% 力つぎ込めば OK じゃん。